どこで俺が転売するって言ったのかとか、買い占めるって言ったのかとか、アンチの人たちに言ってあげたいこと一つある。お前らみたいに貧乏人じゃない。本当に。儲けるわけないやん。おちゃうかと思うわ。えお疲れ様です。え今日は、ま、謝罪動画というか、ま、サムネで見たらわかると思うんですけど、ま、謝罪動画になってるって <laughs>、ま、書いてあるんですけど、その、先日、 あの大阪にマスクを取りに行ったっていう動画とまあちょうどね本当にね大阪にマスクを取りに行った次の日ですだってまだマスクの動画も公開される前にまあ泥棒が入って次の日にね俺ちょうど誕生日だったんですよ22日4月ねでその日に泥棒入って夜中の1時かな誕生日になってすぐだよね誕生日になって1時間も週中に泥棒入ってでまあその中でまあマスクのことに話をちょっと触れてるんですけど まあそれ何って言ったらこれ俺夜中にね気づいたらあのちょっとじゃあ分かんないけど向けて説明しようかどういう動画かまず大阪にマスク買いに行ったっていう動画は1万枚買ったんですようんで1万枚買いに行く今からじゃあねマスク買いに行きます斎藤先生ってあのやからの斎藤先生っていうのとまあ一緒にまあ俺移動中まあ電話とかしたいしいあの仕事あるんでまあ運転だけお願いして俺後ろの席からまあ動画撮りながら他の仕事しながら。 パソコそうやって大阪行ってマスクだけ入手して、まあ、ちょこっと打ち合わせもあったんで終わってまあ午後には帰ってきたんかな2時30分でそこからまた動画撮影してで次の日は僕がその夜中の3時4時にいつもね最近 YouTube やるからね朝6時に公開するでしょでなんかなんか年もあるんかもしれないけど4時間ぐらいしか連続で寝れないんだよねなんか 集中もあってね。でまあパッて、携帯みたいな、まあ、セコムから電話取ってたんですけど、もう寝ぼけ通るしまえ、前はもう泥棒がなんか入ったんかな。よくあるんですよね。あのセキュリティミスみたいなのもあるし。で、まあ、今、次の日にでも電話しやーって言って、朝の7時ぐらいに電話したら、まあ、こうこうこうで泥棒入りましたと。で、社長さん、何時に来ますかって言うんで、まあ、じゃあ8時半ぐらいに来ますんで、で、そこにまあ、警察とかみんな合わせて。 来たんかないや警察が来る時間に俺が合わせて行ったんかな8時半か9時かなんかにあ8時半に社員に行ってもらって俺ちょっと朝1個用事あったもんで、まあまあそんな感じで行ってでまあ警察俺はもう本当にマスク盗みに来て入ったんかなと思ったんですよ。あの結局撮影でさあの、うん、1万枚だから50の200箱かな200箱並べてバシャッて写真撮ってでそれをまあ1回しまったんですけどまあ そ,のね、それを誰かが看取ってか何なのか分かんないですけどそれ見てあれ泥棒入ったんかなとそれそだってそうなんだって泥棒がることかあんとこで盗むもないじゃないですかでそう思ったんですよでその動画が2つとも上がってるんですけどそうすると、まあ、視聴者の人から、まあ、アンチコメントでそのまあ何買い占めるなとか、まあ、それすごい数来てるんですよでマスクのやつも見てもらうと分かるんですけど。 あの、バットが半分ぐらいついてるんかな ?50%、だっていいねが500だとしたら、悪いねも500みたいなぐらいの勢い。まあ、6、4ぐらいでついてってるんですけど、だいたいうち90%、95%ぐらいがいいねだったら、まあ、100個に対して5個ぐらいバットがつくんですけど、まあ、その動画に関しては、まあ、そういうのが、まあ、バットが多くて、で、まあ、アンチコメントっていうか、まあ、削除してるんで、最初の、まあ、ちょっとささ最後の方も削除,した削除してないのもあるんですけど、ほとんど削除してるんですけど、まあ、 あのもう買い占めるなとかねただの自慢動画だとかいろんなことがまあ入ってきてで次の日の,そのまあ泥棒の件もその「俺が転売してると」「お前転売すんな」ってマスクで儲けんなとかそんなことがまあずっと入ってくるんですけどでまあこれサムネにね「謝罪動画」って言ってさ俺これ家だでねこれ後ろねちょっとあんなもん置いてさあのちょっとおしゃれにしてまあほんでもう朝ほんで俺もう9時かな今日日日日曜日なんですけど。 まあ会社行くのもあれだしなと思って家でちょっと携帯で撮ったろうかなと思って今撮ってるんですけどまあずっと最初削除してるんですよずっとねまあ俺も見たりまあ他の社員が見たりまあコメントは一回メイト押したいもんで変にあのジムの子とかがやるよりはまあ返信とかもしてくれてるんで社員の子がねあの管理の子がだけどまあコメントを見たいんで承認だけはまあできるだけこの YouTube やっとる側で見ようっていう風でまあ何人かのスタッフで あのコメント見見ていいくと俺も見るわけじゃないですかブワーって書いてあるわけよで。で今日も朝から見とったらもう腹立ってきて腹立ってきてね、まあ、ちょっとその腹立つ理由をちょっとしっかりちょっと後で説明するんですけどそのまあこれじゃあ動画に一本にしようというまあ思いになってまあ朝ねうんもうこれわざわざ自宅だよ今日日曜日だよ日曜日のまあ朝10時ぐらいから準備し始めて11時半もう着替えたり。 部屋ちょっとこれ位置考えたりこれほ逆光になるもんで位置がなかなか決まらなくてほんで今これちっちゃな照明みたいなやつもつけてちょっと顔を映るようにしてやっとるんですけどで,でやっとこうやってさ準備してまあ動画まあこれ10分15分ぐらい喋らせてもらうと思うんですけどあのね一つまず言いたいのそのアンチにね。 毎日見て応援してくれてる人たちには申し訳ないような言い方になるんですけどそのねアンチの人ってなんか最初から最後まで見てるのかなと思ってどう思いますかね視聴者の皆さん <laughs>。じゃあその動画2つとも見てからもう一回判断してほしいんですけどどこで俺が転売するって言ったのかとかその買い占めるって言ったのかとかそのまあまあじゃあ1個マスクの。 買いに行った、1万枚買いに行った件の動画についてちょっとお話しさせてもらうとあのねマスクを売ってくれた子はまあね他の動画でもちょっとちらっと出てあの変なあのウイルスに効くねあのまあいろいろあるじゃんああいう菌に効くようなやつでああいうのを入れてくれた子たちがまあね医療関係のねパイプがあるからまあ入ったわけですよマスクがね。で中国って製造してるでしょで中国が買い占めてる脳のこうなていうんですけどその中国も。 この入れて、で、その人たちが、それはさ、商売だから、その、ね、あれじゃないですか、その、俺がじゃあ塗装を売るって、ただで売るわけないじゃないですか。塗料をね、1万円で買ってきて、1万円で売っとったら俺、俺の給料出ないし、YouTube のこの電池代すら、電気代すら出ないでしょ。で、それが商売じゃないですか。で、その子たちもマスクっていうのを、まあ中国に太いパイプがあって、ね、中国から入れてくるわけですよね。 で、そこに対して、まあ、あの動画でもはっきりその中国で出とるコンたちも言っとった。やっぱり今こういう時代だもね、本当に、ね、少なくしか乗せれんし、医療機関とかそういうところに専門に卸しとると。で、買うんなら1万枚単位で買ってください。それは何って言ったら卸しだから。で、まだ残ってる150万枚ぐらい来たんだよ。あれ。1回のコンテナでね。で、もう1回来週150万枚だよ。150万枚だよ。1万枚とかじゃなくてね。150万枚だってね。俺が買った分の150倍だからね。で、 その、が、毎週のように来ると。で、次はもう2000万枚の注文かかっとると。で、あれ、コンテナ1、なな何、ピーとかわかんないけど、あれに150万枚入るんでしょで、目いっぱい詰めてくると思うんだわ、多分ね。で、その子たちは卸だから、本当に1円とか2円しか卸さない。あの、乗せないわけでしょ多分。わかんないけどね、俺は卸業じゃないから。小売業だから。だから、コンビニではこれだけの値段。だけど、コカ・コーラから直接入れるんじゃなくて、卸屋が、ね、 コンビニ下ろすわけでしょコカ・コーラとか全部のメーカーが全部コンビニに来てガン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 セブンイレブンっていう例えば大きいところが、ね、あの大量購入してそこのセンターみたいなところが配るわけでしょうだって商売のその流れじゃないですかそのだって大動脈でしょうで今国が何億円な、まあ、何億円じゃないね何兆円っていうお金を使って、まあ、そういう動画も撮ったけど経済が死なないように今一生懸命やっとるわけじゃないですかこういう時期にね。 で、それで、なんか俺、あのね、アンチコメントする人って、ま、ず、見た方がいい。俺もそれ、中、動画の中で言ってるんですよ。あのね、一万枚しか買えないから。で、これ、ま、申し訳ないけど、俺、これ、売れないと。なんで売れないって、だって協力業者も言ったら何百人おるわけですよ。まあ、何百人してちょっと言い過ぎだな。でも、100人以上の人間に配らなあかったんわけよ。200箱しか入ってこないんだよ。100箱、1人1個ずつ配っても、もう2回分しかないわけ。50枚の箱が。 だけど、俺はま,まず従業員と従業員の家族を守ってくださいって言って一人一箱ずつ。で、今ちなみにやってるのが1000円で200個目。これを俺が言ったんじゃないよこれで儲けるんかって言って人はこう、俺が買ってるのまあちなみに動画であの泥棒の時にチラッと行っちゃって公開されてるから、まあ言うと45円に入れてるんですよ。卸し屋さんだから安いと思う。で、この値段では多分直接電話しても売ってくれないと思うんだけど、俺がまあその いいいいろんな付付きき合合ががああっっててその子とのと長い付き合いがあってねウィンウィンの関係があっていろんなお互いにメリットデメリットがあってまあ小林くんだったら45円で1万枚入れてあげるよってでも何万枚でも入れれるよってねあのあるんだから今そこにあるんだから150万枚で,でその子たちも一生懸命売るように病院とかも営業行っていりますかいりますかほら電話しやじゃあ3万枚ください5万枚くださいって仕事が入ってくるそれが仕事なわけですよ。 だって、あの電話番号を俺はこって YouTube に載せないと分かんないわけでしょ。だってこれ見て医療機関が電話する可能性がある。で、すごい電話になったみたい。で、100枚、200枚でどうしても売ってほしいって。で、こうやって子供がおってこういう風で大変で外でねって。まあね。まあそれ言うとまた電話変わってくるとちょっと向こうも困るもんで、ね。まあね。まあそれを60円にさしてください。70円にさしてください。郵送代別にさしてください。ちなみに俺は45円でも郵送代も別でちょうだいねって言ったから、まあいろいろ別件もあったんで、大阪にじゃ車で行くと。 で自粛しとるからねもちろん自粛しとるから大阪なんか行くんじゃねえって言ったん車で俺はもうそこまで直接行っとるわけですよでコンビニだけよってトイレ行ってお,お,お弁当買ってそこも動画に流れとるわ弁当買ったとこねでノンストップでそこまで行ってマスクしてそのあのマスク回収してそこで打ち合わせしてですぐ帰っとるわけですよ、ね、でまあ視聴者がコロナなのに出るなっていうのはいいんですけどそうしたら自分たちの経済が止まっとるわけですよもうスーパーで頑張ってくれとる人とか うわいいでもそうでしょ。あの、運んでくれる人がおるわけじゃないですか。そいつらに、お前らさって、あの、俺が家におるんだから、お前ら出るなって言ったら、自分の飯すら食えんよ。その、自分の人たち本当に申し訳ないけど、何を本当にバカなこと書いてくるんかなと思うんですけど、経済ね、うちの従業員もそう、本当は休ましたいよ。ねだけど塗装もある、現場も動かなかん、お客さんも困る、自分たちも困る、ご飯も食べれ でいろんなことのバランスがあって、この経済が動いておるわけでしょう、ね、じゃあ、病院全部閉まったらどうすんの、ね、スーパー全部閉ま,まったら、薬局全部閉まったらどうすんの、マスクすら可変んって、ね、それをさあ、もう本当にババみたいなコメントで、あのしかも最初から最後まで、もう見もしずに、意見言うのはいいことあの、素晴らしいことですけど、意見じゃないもんね、なんか書きたいだけじゃないですか、それ。ね で、まあ次の動画、まあもう一個、まあ俺ちょっと喋りすぎたな十11分喋ってるであれなんですけど、もう一個もそうなんですよ。で、警察が来た、転売する。で、違う、俺そんなこと言ってないですよ。動画ははっきり言っとるのは、これ俺マスク盗んで、ね、俺が45円に1個入れたか知らんけど、いくらで入れたか知らんけど、ね、ただでそれ手に入れて1万枚。ね、100円で売ってみって、100万円だよって、うん。だって金庫なんかお金ないの知っとるでしょ。泥棒だったらね、会社なんか。お金置いとくわけないんだもん。でしょ。 んでさ金庫を盗む前に俺はマスク盗みに来たんじゃねえかってこの売りは100万円ぐらいになるもんねって100円で売ればって言っとるのに小林が転売しとるとか転売で儲けてるそんなもん儲かるわけないんだわ俺お前らさあのちょっとアンチあの皆さんあの善良な、ね、応援してくれてる人たちにもちょっと申し訳ないですけど一つそのアンチの人たちに言ってあげたいことが一つあるお前らみたいに貧乏人じゃない本当に。 ね百万枚百万枚あじゃ一万枚で百万入ってきて四十五万で仕入れて俺一日かけて取りに行ってねいくら儲かるの五十万そんなのもうはしたがれ、ね、俺別にそんなことでね儲けるわけないやあおちゃうかと思うわ本当にこのスーツだけでお前そのもっとするわもっと死んなこれは言い過ぎたごめんなさい10万円ぐらいしますよまあズ,ズボはあれですけどねもうズボパジャマだけど <laughs> ねだけど 転売なななんん、かするわけいいいい。し、しししああのでょ。うまても俺はまあでもあのそれまあ普通の視聴者の皆さんにまあこの家でさ俺も初めて喋ってるもんちょっと声もあんまり大きい声出すと近所に聞こえるからって声が振るってるけど一つ俺がまあまず言いたいのがあの転売だろうがなんだろうが俺はまあ転売でまあいやしいやつおるなって言っても確かにアマゾンを見て高いで思うんですよだけど今度ソニーがさソニーじゃなくてあのシャープか マスク作っとる60万円で販売するんかそれは高いと思うんだ。あのもう原価1名2円で作っとんだから。もともとそんなだったでしょ。何百円で50万円で買えたわけじゃないですか、アマゾンで。で、それもすごい安く作っとると思うよ。だけど100倍とか200倍、300倍で売るわけでしょ。で、じゃあそれを責めるんかって言う俺責めない。だって必要な人がおるんだから、そりゃそうでしょう。だって必要な人がおるものって高くなるわけじゃないですか。 どんなもものででそうでしょ宝石でもそうじゃダイヤモンドってそこら中に転がってたらただの石じゃないですか、ね、だけどあれ何百万何千万で買うわけでしょあれ、ね、それってじゃあなんでって言って手に入らないからでしょで希少価値の高い色がついたダイヤモンドもそうじゃないですかで俺はじゃあそれで癒し儲けるなって言うんですけどその商売って必死なんですよじゃあ僕らもじゃあペンキ塗装が好きだからただで塗ります、ね、ご飯代も村ワンでいいって じゃそんなこと言うんだったら、そうやってアンチでそういうことを言うんだったら、ただで働いてみえよ。ただで働いたことあるか俺はもうしょっちゅうある。ただで従業員のね、警察で捕まったとかいろんなことで夜夜中に飛んでったこと何回もあるわ。ね。まあそれは従業員だけかもしれん。ね。でも友達でもそう。だから友達大切にしてきたから今の俺があるわけでしょ。うん。で、そんなこともしたことない人たちが、その転売しととかしとらんとか、お前もう、 それは転売だぞとか、もう本当にね、心ないことすっごい書いてくるんだわ。まぁ、ちょっと覚えてないけど、俺もカッてなったらもうすぐ一瞬で次のことは頭がもう、嫌なこといっぱいあるから、もう本当忘れるけど。で、今日の朝もあんまりひどいで、ちょこっと出したったんかな公開しちゃったんかなうん。だからちょっと出とると思うんですけど、まあ自分でね、こういう動画撮ろうって決めた時にちょこっと出したろうと思って、ちょこっと出したけど、うん。そんなもんさ、百万枚、だって一件家塗ったら100万円だわ。 ね、で俺がだって大阪まで行って帰ってきて1日かけて行ってさじゃあ俺が商談自分で回ってみもっと決まるだろうしねもっと紹介も出るだろうしそんなことアホなこと言うなっつうの本当にね皆さんそう言わせるじゃあ申し訳ないですねあのいつも応援してくれてる皆さんとかねこれ初めて動画見た人も結構おるからねちなみに 俺本当に思ったのが、まあ、ちょっともう一つだけ喋らしてください、本当に。これちょっとね、あの、インスタをやり始めて、これインスタの自慢とかじゃなくて、インスタをやり始めてすっごい思ったことあるんですよ。まだフォロワーが増えてないなのかしらんですけど、今250人ぐらいかなたった1週間250人。ミッチーの方が多いけどね。ミッチーの方、やっぱあれ面白いんだろうね。で、俺はまあちょっとさ、やっぱこういうところでこういう動画、あの、セミナー動画も上げると、アンチコメントとかもね、バーカーとかアホとか、まあ、そういうしょうもないしねえとかも入ってくるね。で、おめえの言うことなんか聞いて、まあ、昨日もあったな、なんか。 あのライブでさ、あのー、コメントも入っとったでまあそれ本当に一つすごい思ったのはやっぱインスタってさその何て言うのあんまりその友達の友達から広がってくんだよねあれ多分俺もちょっとまだ1週間でまだ今試行錯誤で勉強してる段階なんでちょっとわかんないんですけどアンチコメントが本当にないんですよ。応援しとるとか声かかったとか勉強になったって僕はこういうことで今ぶつかっとるって。 すごい応援してくれて。で、俺も結構まあ、こういうところで言うこととまた違うことをちょっと短文に短い文にのして経営のね、思うこととか気づきとかをいろいろ日記みたいにしてきたいなとかね。まだでちょっとご飯食べた時とかも映しとるんですけど、あの、さ、その、YouTube だとさ、なんかもう拡散だけして、本当見て。んで、俺がまあなんか動画で、 よく言うのがさ、まあ、そんな嫌だったら見るなよ、うちのチャンネルって言うと、だったら放送すんなってコメント入れてくるやつおるんだよね。で、まあ、いろんなこういう動画で叩くなと、うん、で俺がそれ十従業員叩いたでもあのいたと、ね、あのあのピコハンマーでねで、それに対してまたアンチが、てめえ俺はこうやって言ったんだとかっちゃお前か誰かじゃないともう何百人も叩くなって、何百人はいいすぎない、何十人も叩くなっていう人もおれば、で、この間コメントをね、言って、 まあこうやって叩くのをどう思いますかって、そのピコハンマーで社員はね、それや、嫌じゃない嫌じゃないって、嫌じゃないでしょ。その、ち俺がさ怒って殴っとんじゃないんだもんね。その、一個の動画を作ろうと思って、俺、テイクーテイク4ってやってるからね、作品を作ってるからね、もうここまで来てると。そんな簡単にちょろちょろって現場行ってピーってカメラ回して、えーってやっとらへんよ。遊びじゃないんだから、これもう俺もね。 1>, の1本の10分15分の動画を1時間ぐらい、も下手したら2時間ぐらい撮影して、いろいろ綿密に打ち合わせして、で、俺はやっぱり突っ込まれるとやりやすい。で、でもね、どこで突っ込むか、どこでボケるかっていろんなことを考えながらやっとるわけですよ。俺が仕事中にあんなピコハンマー持っててめえババやろうって会議中にやると思いますか皆さん。<laughs> やらないでしょ。こんな会社大きくならないよ。で、次のステップもね、またいろいろやってるから。 いいろろやってると思うんですけど、うん、そんなことありえないことです,ですし、うん、あとあのライブとかね自粛自粛しているのにどうのこうのってまあ確かに一理あるんですよねでかれる気持ちも叩きたい気持ちも分かる家におってされてどうのこうのってだけど俺はもやっぱ経済活動してからなあかんしで で、ご飯屋さんって今すごい困ってんの。本当に俺の知り合いのご飯屋さん。じゃあ、俺らは行くけど、じゃあ貸し切りにしてくれるかなとか、こういう風にしてくれるかなって。で、動画を作ってってるわけですよ。うん。ね。で、それなのに、じゃあ、お前ら、ね、自粛中なのに飲みに行ってて、まあ確かにね、そういうのを見たら飲みに行きたいって思う人もおるかもしれん。だけど、あえてこうやってね、動画とか、俺はまあ昨日ライブにしようかって、飲食店ライブにしようかね、インスタもやってるから、インスタ映えの写真もあるしって言って、まあ撮影しがてら、 ね、あのー、飲食店に行ったわけですけどそれってじゃあ何って俺らライブやったらさ今あの何ズームってあの動画でさ宅飲みみたいのもあるじゃないですか,かああいうみたいな感じでじゃ,あじゃあ家におって YouTube 見てねあの何、ー、て言うのこうやって俺らに質問して暇つぶしになるじゃんで俺あの動画撮った後あとに「17ライブ」っていうのを教えてもらって昨日「17ライブ」ってやっよってほんでね まあ別にあれじゃない変な意味じゃないよ女の子が好きとかじゃなくてまあ一年ライブっていうのをやってみて勉強のためにね3000円か2000円ぐらい課金してピューンって投げ銭して俺なんか「太郎さん」かなんかっていう名前か何かしたかなちょっと名前忘れちゃったけどでそれを投げ銭すると「太郎さんこんにちは」とかなんか来るんだよねあこれ面白いなってこれがやっぱりライブのこれ生でいってるんだよねで俺がなんか1000円かなんかの投げ銭をしたんだよバーンって。 そうするとなんかポーズ決めてくるんだよね。あれ多分なんかね。れそれなんかピューって画面に出るんでしょあの YouTube また出ないじゃないですか。あれってなんかいろいろピューって画面に出るでしょうで多分そこでなんかピュッって画面にやって、あ、これあれだと思って俺もなんかテン,テンパったっていか焦っちゃってさ、スクリーンショットを撮るシーンなんだと思って。スクショ撮ったんだけどずれちゃってさ、そのポーズのところはね。で,で、俺もちょっとそれ、ね、すごく感じたの。やば家におって、 ただななんとなく映画俺も映画見るの好きだからさあの日曜日なんかで3本4本見たりとかするんですけどだけどねやっぱずっと家におる人のたちでこうやって YouTube でライブ見たりとか今ねスポーツ選手が、ね、家の練習方法とかいろんなことやっていろんなことを見とるわけじゃないですか。で俺嫌だったらじゃあそれ見てそんなんだったら俺飲みに行きたなるわって思うんだったらそのね本当に見んときゃいいと思うの。 じゃあ、お前ら放送する責任だろって偉そうに言うんだけど、自分たちもそう、もうそんな時代じゃなくなってるから。俺よく従業員に言うけど、まあ、どんどん長なっていっちゃうのもいかんすけど、もうそんな時代じゃないの。雇われる責任、雇う側の責任、昔は違う大量生産でお前ら言うこと聞いて、右向け右でやっておりゃいいやって、そんな時代だったから、あの、雇う側の責任なんですよ。だけど今国まで発表してるでしょ副業やりなさいって。副業禁止って言ったら今会社行けないんだよ。そうやって法律変わってってる。 終身雇用ってもう終わってきてる。だって雇われる責任、自分たちが生きてく、生き抜く力をつけなさいって国が発表してるんですよ。でそれってじゃあどうなのどうじゃないのっていう前に、ね、もうそうしないと日本ってもう、下り坂なの。もう世界って本当に伸びてる。俺世界は、ね、そんな何カ国も行ったことないもんで、4カ国、5カ国行っただけですごく感じるのは、やっぱ日本って止まってるけど、世界ってすごい動いてる。でも日本っていいもの、すごいいい技術を持ってるからさ、その ね、ネット環境でもそううだと思うのはすごいじゃんやっぱ海外行ったらこんだけネット繋がらんじゃんフィリピンでも 5G って 5G って入ってるって言ってるけどやっぱ電波プチ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 ,プチ途切れるしだけど日本でで途切れるってもうまずないでしょ、うん、だからすごいいい位置にいるんだけどもうその住んでるその国民がもう、まあ、こういう言い方するといいけないですけどアホなんですよ。 うん、みんな自分たちがぬるめに使っちゃって国が悪いだとか何が悪いだとか YouTube やっとる塗り替え道場が悪いだとかそんなことばっかり言ってあの自分を変わろうとしてないから本当にもう幸せになれない。ね。まあなくなっちゃいましたけどまあそんな感じです。その謝罪動画ってねちょっとまあちょっと煽ったみたいな感じでまあ 誤解させたアンチさんにごめんなさいって言いたいけど別に、うん。だけど、もうその、しょうもないコメントはもう本当やめてください。申し訳ないですけど、あの、こっちもあのい,い,いい気分にならんし、まあ、だからって一生懸命入れても、あの、そこまで食らってないからね。<laughs> うん。だから、まあちょっと、ね、あの、みんなに、あの、他の人たちに誤解を生なと思って、なので、ぜ、ま、ひ、あ、動画にしたいなと思いましたんで、また、あの、面白い動画これからも作ってきますんで、あの、 楽しいと思った人は、まあ、あの見てほんであの本当に楽しくないな鬱陶しいなこいつら嫌だなって価値観共有できないなと思うならあのチャンネル削除しやいいと思うんですよ別に俺この本当に広告収入で儲けようと思ってやってるわけじゃないもんでそのビジネスを、まあ、今もう本当に動いてるんですけど求人やるためにねあの求人とか、まあ、いろんなこと、まあ、この建設業に携わるその何かその太いパイプみたいな。 もので今、求人っていうのを今作ってるんですけど、まあ、一人親方とかでも求人出せるように月何千円で求人が出せる。YouTube を帰って見た人たちがそこに対して自分の家の近く、まあ、今、うちにさ、塗り替え道場で働きたいって全国から来てくれるわけじゃないですか。ね、だけど、まあ、電話でほとんど断ってるけど、まあ、どんどん電話してあのコメントに入れるぐらいだったら電話しくえてくれて審査をするんで、まあ、まず各職長さんがしてくれるけど。うん。で、まあ、 ね、そういう中でじゃあ家の近くで本当に働きやすいとこがないかなって探せるだけどなかなか一人親方って俺も自分でね商売自分で初代でね会社作ってきたからすごい分かるんだけどやっぱなかなか求人費とか出せないじゃん10万とかさ今いろんなインディーとかいろんなのがあるけどまあこのね建設業に特化して YouTube でこうやってみんないろんな建設業のいろんな職種の人たちが見るようなチャンネルでねここに一つ求人のね URL が貼っとるやあ ああじゃあちょっと見てみようかなってなって安く出せるじゃないですかでそういうのをちょっとやってみたいなってまずはねでいろんな外壁塗装の紹介ビジネスとかいろんなことをちょっと考えてるんですけど、まあ、そういう中でじゃあ直接みんなともっと関われるものを何って言った時に、まあ、インスタっていうのを、まあ、今俺勉強して、まあ、いろんな人にアドバイスもらって、まあ、じゃあインスタをやろうと、うん、でじゃあお互いにみんな何しにじゃうちの YouTube 見に来るのって言ったら勉強になるだとか楽しいだとか で、その、俺のインスタ見に来てくれる、ミッチのインスタ見に来れる、リーリちゃんのインスタ見に来る。で、今、あの、石原ってやつがね、この間ちょっと YouTube にも出たんですけど、のチャンネル見に来るって、何か得れるもんがあってくるわけでしょそれが SNS でしょあの、ウィンウィンじゃないと、だって成立しないじゃん、SNS って。だから、ねあのー、 まあ、一生懸命今やってるんですけど、まあね、ちょっと本当に YouTube はね、あの心ないそのコメントが多すぎる。インスタ本当ないんだよな。何年なんだろうな。これ不思議だなと思って。うん、まあ、そんな感じです。ちょっとまた長なっちゃいましたけど、またぜひよろしくお願いします。